はい、皆さんこんにちは、千葉社長です。めちゃくちゃ暑い日が続いています。毎日毎日同じようなことを伝えていますが、皆さん本当熱中症気をつけてください。今日娘をね、迎えに空港に行ってたんですけど、車の温度計を見ていたらなんと41度となっていました。もう尋常じゃない暑さです。到着してすぐ娘もですね、熊本の暑さ、東京に住んでいるんですけど熊本の暑さに驚いていました。湿度が高いからですね、熊本空気が重いんですよね。だから若干息苦しいところっていうのもあるんですけど、僕らはねそれに慣れているからまだ大丈夫なんですけど、やっぱ辛いですよね。でも植物たちはですね、こういう環境にも慣れてきます。水さえ切らさなかったら全然大丈夫です。今後ろでもねスプリンクラー回っているんですけど、毎日毎日毎日ね、もう水をあげてみずみずしくする、これに8月は徹してください。もうそれだけで大丈夫です。皆さん水を切らさない、いいですね。はい、ということで僕もう最近はずっと再生再生再生の動画をやっています。外に出してください。太陽の再生工場で弱った植物たちは太陽の力で再生させてあげましょう、なので外に出しましょうという動画をずっと出し続けていますが、今日は真逆、植物外に出すなという動画撮りたいと思います。これ毎年毎年ね必ず1回やっているんですけど、ちょうどこの時期です。去年も一昨年もやりました。そしてこのタイミングでね、その動画を見た人から、まあ、初心者の方です。これはもう初心者向けの動画なんですけど、太陽の再生工場で僕は植物を外に出せと言っていますが、この動画に関しては植物を出すなということを必ず毎年やっています。これなぜやるかというとですね、太陽にさらしたり外に出すと植物が元気になりますという動画、僕のじゃないですよ、いろんなところでこの情報がたくさんたくさん昔から出回っているので、植物を日にさらしたりすると元気になると思っている人たちがたくさんいるんです。もちろん間違いじゃありません。しかしこの強い日差しに植物さらしてしまうと、見てください、これテーブルヤシの葉っぱなんですけど、もうこんな感じに瞬間でなります、ね、秒とは言いませんけど多分1分2分ね、直射日光にさらしているだけでこういう風に時間差で焼けちゃいます。これはもう室内に置いている植物はほぼ 100% と言っていいほど適面にこういう風になります。だから僕は出すなという動画も出しています。太陽の再生工場を知って観葉植物を元気に再生させようと思っている人たちはですね、全然大丈夫なんです。でもこの再生ということを知らずに太陽の日差しにさらすだけで元気になると思っている人たちは失敗します。こういう風になって、なんだこれどうしようと思っていろんな動画を探してこの動画にたどり着く人たちがいるんです。なので皆さん注意してください。もうねベテランの人やこのチャンネルをずっと見ている人たちはこの間違いないんですけど、まあ、初心者だったりまだ2年目ぐらいの人とかだったらですね、この動画を見たらおい出せと言ったり出すなと言ったりどっちなんだというねコメントが必ず来るんです。でもこの動画はね必ず年に1回はやっておかなければいけません。新品の植物たち、さあ今日は天気がいいから外に出してあげようってね、葉水をかけて太陽に置いておくと元気になるぞ、すくすく伸びてねと思ってたら真っ黒焦げになっています。こういう状態に陥らないためにこの動画を出しています。だから皆さん気をつけてください。今回はですねただそれだけの動画です。でももしこの動画にたどり着いて今言ったようなこんな状態ですねなった人たちは心配しないでください。もうこういう風になった葉っぱ元には戻りません。だからそのまま太陽の下で育ててあげましょう。
焼けた葉っぱカットしてもいいし、そのままでもいいです。どうせ縮れて落ちていきます。落ちていった後にはちょっと乾燥気味にしてあげていると、生きようと思って新芽を出し始めてくれます。そうしたらその葉っぱたち、太陽の力に負けない葉っぱ、ピカピカでゴツゴツの葉っぱが出てきます。皆さん、これはもうね、体現してみないとわからないことです。初心者の方が陥りやすい知識なんです。今 SNS 上ではたくさんの知識が出回っています。でもこれはね、本当嘘、本当どれがね誠のことか分かりません。だから皆さん、正しい知識というのはやはり自分で体現してみないと得ることができないんです。でも僕はこれだけの観葉植物に携わってきています。そして観葉植物のレンタル屋さんとして、生産者じゃない、花屋さんじゃない、その現場現場でどうにか上手に管理してきた、この知識を皆さんにちょっとでも分け与えて、皆さんの生活環境で植物たちを上手に、そして楽に育てれるようにお手伝いをしようと思って、この動画配信しています。ということで、皆さん、植物日に当てると元気にならないというのはですね、嘘じゃないんですけど、この猛暑にさらしてしまったら元気になるどころか焼けちゃって台無しになります。こんな美しい新品の植物も本当ね、1分間日にさらすだけで抹茶色になっちゃったりします。そうならないためにも皆さん、正しい知識覚えましょう。太陽の再生工場に出すのと植物を元気にするのは全く違います。でも焼けちゃったらそのまま太陽の再生工場出していてください。太陽の再生工場とは、ただお日様の下で植物を管理するだけのことです。めちゃくちゃ簡単でしょ。最初乾燥気味にしていると葉っぱが出てきます。葉っぱが出てきたらしっかりお水管理をしてください。霜が降る前まで外に出しっぱなしで構いません。これは全国共通で大丈夫です。とっても簡単なんで、ぜひ皆さん、この夏弱っている植物があったら太陽の再生工場で再生してみてください。そして弱っていなくても、何年かに1回ね、この元気な状態でもやっちゃって大丈夫です。次には元気な葉っぱが出てきて、幹も太くなってきたり、寒さ乾燥にも今の状態よりも強い植物に変わってくれます。これ簡単なんで絶対やってください。はい、ということでですね、今回は観葉植物外に出すなという動画やってみました。いつも見ている人たち、そして初めて見た人たちからするとですね、なんだこの野郎と思うかもしれませんが、毎年毎年この動画必ず1回はやりたいと思いますので、ぜひ皆さん頭に入れておいてください。まあ簡単なことなのでね、誰でもやれると思います。頑張ってやってください。はい、そしてここで最後にですね、今回はお知らせをしたいと思います。実を言うと9月21日に第2回チワオフ会を計画しております。今回は大阪です。第1回は熊本で開催しましたが、約10名ぐらいの方がですね、参加していただきました。今回は大阪で、大阪在住のコミュニティの方がもう計画をしてくれています。9月21日土曜日だったかな、大阪難波駅周辺で開催されると思いますので、ぜひ参加者募集しております。参加要領としましては、 Facebook に入ってください。 Facebook コミュニティ、チワワ社長の観葉植物ラボ、こちらの方に入っていただいて、そこにイベントが立ち上げてあります。そこから参加希望の方はね、ボタンをポチッと押してみてください。 Facebook コミュニティ参加されていない人、概要欄の方に Facebook へのジャンプボタンが押してあります。そしてその下に合言葉が書いてあります。必ず合言葉を入れないと、僕の Facebook コミュニティチワワ社長の観葉植物ラボには入会できないです。もちろん無料なのでね、皆さんふるってご参加してください。合言葉はモコテンです。
モコテントを入れて、まずはチワワ社長の観葉植物ラボ Facebook コミュニティに参加して、イベントの中からねオフ会大阪編参加表明してみてください。場所時間料金の方は随時更新されていくと思いますので、皆さん目を通していただけると嬉しいです。大阪で美味しいお酒飲みながら、皆さん植物だけじゃなくていろんなことを語り合ってみましょう。もちろんママチュアもやってきます。ということで今回は第2回チュアオフ会大阪編のイベントのご紹介をしてみました。皆さんとね楽しいお酒を飲めること楽しみにしています。それでは今回こんなところで、バイバイ。